お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのメガナイトラムを使っていこうと思うんですけど、ラムライダーの時代が来ました。時代がやっとっていうか、なんていうんですかね、もう最近もう、まあ、バルーンが多いっていうのもあるんですけど、もうラムが多い。とりあえずラムがすごい多くて、まあ、ラムプラスの生き玉がね、めちゃくちゃ強いわけで、なんかラムライダーがすごい流行ってるわけなんですよね。はい、というわけで今日はラムを使っていくんですけど、このデッキ、まあその見て気づくところが、ウルトラ5枚っていうのと、あとはポイズンとか5がないっていうところなんですけど、最近ですね、あのもう3人しかいないんで、正直スペルがいらないっていうことに気づいたわけで、なんか本当になんか、なんだろう、いろんなデッキ見ても、まあ、ポイズンとか5あるデッキもあるんですけど、まあ、ないデッキの特徴として、この雪玉とロリババの、この2個スロね、スペルを両方入れてるデッキが、すげえ多い&強いっていうので、まあね、スペルこの2つを採用しています。って言っても、まあ、テンプレかな、なんかポイの、ポイズンを変えただけなんですけど、はい。なんで、まあ、ロリババ雪玉で、今日やっていきたいと、思います。はい。で、まあ、ディガー入れてもいいんですけどね、その、メガナイト、ラムプラスのディガーだと、ずっと、メガナイトにね、タゲ取ったら、間にディガーが通るし、ICとかマスケも処理できる&ラムが、突進が入るっていうので、ユーノとかゴースト、まあ、ゴーストかな、変えるなら。ゴーストの枠を、ワンチャンディガーに変えてもいいとは思うんですけど、すごい今悩んでいるところでは、ありますね。まあ、まあまあまあ、どっちもいいかな。使ってみて、危うかったら、変えるって感じで。よいしょー。さあ、よろしく。で、ちょいと、前よりはソロが上がったんですよね。最近全然上がんなかったんですけど、なんかこれのペッカ1からなんかペッカラム、ペッカラムディガーみたいなの作って、使って、ソロが、ちょいと、上がったんですよ。ちょいとっすけど。You know. You know で、これ、ガゴ、これこそあれっすね、もう。もう、いや、じゃ、ランバー。ランバー駅ってこれ？なんだろ、これ。ああ、あれだ、ロイジャイ。ロイライトニングだ。オーブ、ロイジャイのライトニングですね、多分。ファイブガラも死んないんですけど、今の鼻がもうやられました。今年花粉がマジでやばいみたいですよ。今年マジでやばいみたい。すごい、なんか何倍みたいな、よく聞きますけど、本当に僕のところにも花粉が来ちゃいましたね。マジで辛いですね。花粉はマジで辛い。よいしょ。本当に、ああ、苦しめられる。これは、あ、これラムライダー展開すればよかったっすね。ちょっと甘かった、そこが。普通にラム展開して、ロイジャイ止めれましたね。けど、相手これだけできついはずですから、普通にね。いや、その、ランバ抜きは上手っすね。よいしょ。OK、止め、あー、惜しい！けど、まあ、ここで攻める。まあまあ、ガゴが入ってるし、オーブンも壊せそうなんで、まあ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 ですかね。いや、でもよくはないな。ダメアド受けてるんで、次のロイは、メガナイトで溶かせないんで、あれっすね。ちゃんとラムライダーで受けたいですね。これ美味しい。これで、ユーノで突進させて、この突進が入る。オッケー。美味しい。で、今エレキ咲いたんで、このインドラでかもれる。美味しい、美味しい。いいよ。いい中、いい流れです。で、これにメガナイト出して、カウンターですね。おいしい！で、これで、ラムライダーも飛ばしたい。いや、相手の、ユニットの出す位置がうまいですね。で、これ多分メガナイトとラムで溶ける。オッケー！あー、惜しい！突進入る。相手のリージか。これがちょっとやばい。ちょっとやばい。ちょっとやばい。やめて、出さないで。キョキョキョ。ほどほどリード、あー持ってかれたか。で、これランバー受けっすね。分かってる、お互い分かってる。で、ここにオーブン絶対来る。
わあやったー、オーブン来なかった。ちょっと待って、これによって負ける。まあ、ラムあるんでね、ラムあるんでサイクロイは止めれるとして、一回丁寧にキツカラーで、これにまたあれですね、ライトニングかエレキ合わされますね。やばいな、だるいな、チョイサイクルが。お、やばい。まあ、言うてみたいなのがありますよね。このライトが厄介ですね。これエレキ読み行きだ、まあ。よし。当てていく！理由殿と、おっきゃー！入ってないんかい。あ、いたの君。っていう、見えないっす。さあ、攻めますね。相手陸行きしんどいんで、普通に。攻めます。で、これも気持ち雪だまして、おら、行け！はい、来たー！はい、来たけど、ワンチャンこのロイで全部持ってかれる説もある。まあ、ラムライダー取っておけば、みたいなところはありますよね。よいしょ。消えろ！あー、なんで消えない？これでラムで止める。オッケー。ロイは止まった。あ、ロイジュ止まって。オッケー。でかい。これはでかいですね。まあ、ラムが強い。今のも。結局ラムが強い。ラムのおかげでロイが止まって、ロイのダメージ入らなくて、その間にラムライダーが入るってやつですね。ラムライダーなんか意外と、よくわかんないですからね。はじめスピードがめちゃくちゃ遅くて、なんか雪玉とか当てにくい、かつ、意外と一発が痛いっていうね。5、600ぐらい持っていくんですよね。あの、地味な突進で。ふぅー、美味しい。美味しい。6-2リーチですね。6-2。これ勝って6-2で、はい。6-2か。まあ、30しないですからね。やりやすいですね。やってと思います。やってて、なんか、今までだとこういうデッキ使うと、ああ、30死負けてるから、やっぱ5にして、やっぱなんかこうして、みたいなのがあったんですけど、30しないってなると、すごいなんか、やりやすいですね、こっちからしたら。まあ、使いたいっていうのもあるんですけど、複雑ですよね。30死いないのは嬉しいんですけど、使えないっていうのはちょっと辛いみたいな。複雑ですね。これあれ、同じだ。絶対同じだ、これ。どっからどう見ても一緒でしょ、これ。オーブン、ランバー。ロリババー。ああ、同じや、これ。これちょっとめんどっちいですね。ちょいめんどっちいですね。することがなさすぎる。これラムプラス、ラムとか飛ばしちゃうとハードカウント受けそうなんで、一回我慢しよう。あー。やりにくいなこれ。これラムで止めて、オッケー。ね、その間言うので頑張る。いや、これ強いよな。だって普通にロイジャイ完封できるもんな、これで。ありがてえ。お、エレキ。あー、惜しい。そっち見たか。まあ、言うてですね。で、オーブンがちょっと厄介なんですよね。こっちのロイゴスで、これ、何受けだろう。OK。あー、バレてましたね。今の。普通に、あれで受けてくるの分かったんで。よいしょ。で、ここはガゴを生かしたい。OK。相手苦しい。絶対苦しい、これ。これだって、落ちたくね？はい。もうこれで陸受けない。いうのが入る。よし。OK。あれ？さっきが、うまかった説。相手。これもうベビドラ無視で一緒。で、こっからは、あとは、丁寧に防衛ですね。まあ、インドラはケツで、あ、メガナイトでいいや。普通はケツメガナイトで合わせて、ロイジェイが橋渡ってくるぐらいでランプ出しとけば、相手渡ってこれないんで、でもライトニングで全処理っていうのが一番嫌ですね。こっちからしたら。もうこれ気持ちいい雪玉みたいなのがありますね。オッケー。で、エレキが多分ズシャーンと。おぉ、まあ、ライトか。オッケー。溶かす。危ないですね。まあ、僕が負けるパターンとして、端前で
ライトニングがいっぱい残っちゃうっていうのがちょっと嫌ですね。でこれ雪玉の気持ちやっとくのはすごい大事ですね。10秒。はい。余裕。余裕ですね。これ U のゴーストガゴがもうペッカに見えますけど違うっていう。いやー、杖。杖。結構杖ですね。だってファイブボイスいらねえっすもん。今ガチ小屋デッキとか、エリフォンが来ちゃうと、あれってなっちゃうんですけど。その辺いないっすからね。まあ、エリポンはごくごくいるんすよね。なんかあの、ラバ。ラバエリポンと、あとはゴレエリポン。ぐらいっすかね。そんぐらいはいるから、最悪、まあ、ゴーストは、ディガーにしてもいいと思うんすけど、別に、する必要もないかな、と思いますね。なんとなくですけど。なんとなくというか、エリポン置かれたらご利用しして、どうにか、頑張るだけなんですけど。よし。じゃあ、ラストですね。ラスト。で、あれですね。明日の動画で多分、ドズさんとのコラボ動画あげるんで、しかも2本今回撮ったんでね。ドズさんとのコラボ。何撮ったかな？それは、お楽しみっていうやつですね。はい。なるほど、墓石。これ、トルネちゃんが来る。ない。オッケー。これユーノの突進で、あー、いい受けですね。墓石ランバー、まあ遅延ですよね。遅延ゴレかな。ゴレっぽいな。ベビドラメガゴのトルネゴレっぽいっすね。さあ、多分トルネゴレだと思うんですけど、こういうカード回しっぽいので雪玉使って、今ランバー咲いたんで、相手は陸が、いや、あれだ。普通のあのテンプレちゃんだ。テンプレラバだ。テンプレラバは、あー、ちょっと厄介。ちょっと厄介な気がするけど、言うてか。オッケー。おいしい。今のこの相手のランバーは餌です。ほら。これで、この対空2枚とも溶かせれたら、カチカチ山。いけ。いけ。あれ、なんで俺のユニット負けた。マジ今ので圧倒的カウンターでもうラムも追加して終わりなプランだったんですけど、でも今相手墓石も裂いてる。結構苦しいで、あれっすね。あの、ハバ。あー、ちゃう、全然違う。まあまあ、600稼ぐ。これロリババでちょいプレッシャーかけます。で、やっぱ攻めとくのはすごい大事ですね。こうやって。よし。はい、右入る。相手がどこでラバ展開してくるかっすね。いや、ここかな。ここで来そうっすね。雰囲気来そうだから左攻めまーす。あ、来んのかい！ここでラムも飛ばして、相手はビビドラで、そうですね、絶対。OK、これ右落ちればもう関係ない。いやー、フルムシか。フルムシくんだ。フルムシくんには罰を。よし。オッケー。いい防衛よ。ほい。で、これ雪玉で飛ばす。オッケー。来た、勝ったはず。これは守ってくね。グッデイ！やば、強え。いや、これ結構いい。結構マジでいいと思うんですけど。まあ、雪玉ロリで勝ちですね。今の環境は。ファイボとかポイズンとかなんかいちいち入れる必要がないですね。はい。というわけで、今回ね、これ、ウルトラ5枚多いんですけど、マジで組めるならぜひ使ってみてください。はい。というわけで、終わりにしたいと思います。よければ。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、皆さん花粉に気をつけて、バイバイ。